皆さん、こんにちは、こんばんは。レッドだよーというわけでいきましょう。本日はジャブラー使っていきたいなと思います。はい、昨日に引き続きね、新キャラのジャブラさんを本日、メダルを新しくしたい。そして、サポートも新しくしていってみようじゃないかというわけでですね、頑張っていきましょう。そうじゃ、まずね、こちらメダルがこちらでございます。というわけでですね、はい、サイファーポールというわけでですね、CP9 メダルでございます。まずは王冠メダル、クリティカル発生したら体力が 3% 回復できる。これ体力 24% ね。はい、ほんでこちらですね、クリティカルが発生した時にスキルのクールタイム、これですね、短縮していきましょう。そしてこちら新しいジャブラのメダル、はい、これで敵陣にいる敵に攻撃したら与えるダメージが 5% 増えるということでね、はい、これカチカチでございますから、メダルの内容がね。でこれでね、あのタグが全部あの一式揃ってますんでね、これしっかりとね、だからスキル1、2も共に短縮しながらもって感じかな。はい、ほんでクリティカルがね、やっぱりジャブラといえば多段じゃないですか、いろいろとね。だからワンチャン、まあおこぼれで守られたら全然その分いるかなみたいなね。やっぱり、ね、肝はね、この、こちらのね、ルーパスフォール、こちらをしっかりと、なんていうの、使い回していけばね、シールドが常にある状態を作っていくと、いうことでございますね。だから、ちょっとでもなんか削られても、こちらメダルで回復もできれば、シールドも作りやすくなると、今までより、昨日よりって感じですよね。はい、これでですね、さらにですね、防御もしっかり底上げしてる上でですよ、さらにですよ、皆さん、はい、こちらのサポートですね、はい、こちら、ディフェンダーですね、こちらですね、これで、ね、防御力をね、さらに上げてしまおうじゃないかと、いうことでございます。よりカチカチにしていこうと。ほんで麦わらの一員パラメチュア船長、新世界最悪の世代という感じでね、まあサイクル世代いらんけど別にね、これで 173.2% ですからね。はい、これはマジでね、さっき一戦ね、あのサポートはね、アタッカーのままやったんやけどね、メダルはこの感じでね、一戦どんなもんかなと思って行ったらね、しっかり9500くらい出すことができましたんでね、いい感じでしたよ。で相方キザルね、まあもう出さない感じでいきますけどね、もちろんね。はい、頑張っていきましょうか。より硬いね、CP9 メダルのジャブラを本日は届けていきたいなと思います。それでは行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご賞味ください。レッツバウンティーアンジェイケーション、よろしくお願いします。あおー、はい、行きましょう。まあ、とりあえずね、まあディフェンダーサポート、そしてこのメダルなんで回復もちょっとできるし、まあシールドも、ね、割と作りやすくなるはずなんですよね、ちょっとだけね。あ、でそれが要は生きることにつながるわけなんで、一回その KO をね、要はされないようにしていきたいわけですよね、ぶっちゃけね。もうちょっと10シガいっちゃう、こんなもん。10シガいっちゃう、いっちゃう。でこのルーパスボールやっちゃう、こんなもんどんどん追いかけちゃう、これどんどん追いかけて、追いかけて、はいはい、向こう行って、はいはいはい、こんにちはって感じでね、これワンツーね、はい、オッケー、ワンツーね、はい、オッケーね、全然オッケー、全然オッケー、機関と言っておろうが、はいはい、ジャスル入ってね、回避したら10時間でどん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 で今回避ないんでね、起き上がりルーパスボールでファーイ、はい、そういうことなんですよ即死コンボエグやろ。でこれでも防御力出来上がってきてるやろ、いいね。だからルーパスボールをガン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 惜しみなく使えんのかなって感じかな。ほんでこれ何来る、はい、ジャスル入って、はい、回避したらワンからの、はい、ワンからの、ワンツーからの、ワンツーからの、はいはいはい、十四眼ドーンワンパーアオたまらんよなたまらんよな、ほんまになあーおもろいわ。よーし、じゃあちょっととりあえず 150% ためないですか。なるほどね。じゃあ僕ちょっとどんどん行ってきてもよかですか。一発ね、ルーパスフォールを使っちゃうんですよ。ほんでね、ここから、あ、もう逃げた、賢いですね、今のは賢い。ほんでちょっとここ行っちゃってさてと、とりあえずどうするか。こっからブルーノちゃんが、はいはいはい、ここジャスル入ってワンからの、はいはい、ワンからの、はい、オッケー。なんで割れた。あ、今の割れるか、しょうがないか、それはなはいはいはい、ワンツーからの、な、出た、これ。あ、だるいね。でもさ、大丈夫、これここからの10シガでドーンワンパーン、はい、ありがとうございます。取っちゃおうか、一旦取っちゃおうよ、ここね。はいはいはい、取っちゃって、あれブルーのちょっとね、あれちょっと縛ってあげないとまずいかなっていうところなんですけど、ルーカスボールでいけるか。あー、だるー、ごワンか、ブル10時間ドーン、ワンパーはい、素晴らしいね。で一陣はミリで置いてるってこと。あ、それやったら俺が行こうか、それやったら俺行こうか、どうする、行こうか、そうやんな。ちょっと待って、ここワンツーの、はい、スリーからの、はい、ジャスル入ってルーパスフォールでドーン、はい、ワンパーでシールドできた。はい、向こう行きましょう。10時間ね、10時間ジャブラにこう、あ、ワンパーほんで君多分今回避ないんちゃうかなっていうことで、こうですよね。ここジャスル入ってワンツーで
ですよね。ワンツーですよね。大丈夫、十四眼でワンパンセー、はい、オーケーからの、ここジャスで入ってワンからの、ワンツーからの、はい、割れません、ワンツーからの、はい、ループパスフォールでいっといていい、はいよー、ほんでここ行っちゃって、行っちゃってジャスで入って、はい、ワンからの、大丈夫、はい、ワンからの、はい、抜けた、はい、十四眼どこ打ってんね、負けるんかーい。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、あんなね、さっきね、休憩をしてましたね。まあ、でも負けるときは負けますからね。それアタッカーなんですよ。そうなんですよ。でも関係ない。気持ちよくなったらいいね。ああ、行きましょう。このゲーム、セラフィムいるでしょ。まあ、要はね、セラフィムをガンガン落としてあげて、崩してあげて、ほんで、味方は守りやすく、敵の、あ、間違えた、味方のゲッターは取りやすく、それでいいんですね。ちょっと待って、これね、ちょっとね、俺言い果て言ってくるわ。ごめんな。多分取れるやろ、普通にそれ。ダッション、ダッション、ダッション。シガンドーン。ほんで、ここからルーパースボールで打っといて、あいよー、即死コンボー。よーし、はい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 、いいですよ。覇気切れるのを待ちます。覇気が切れるのを一旦待ちます、ゾロ君はね。無駄にやりたくないんでね。うん、オッケー。ほんなら、ちょっとあっちのね、セラフィムちゃんちょっと遊びに行こうかな、言って。あ、向こう行ったね。オッケー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 。ほんなら、この時は別に、その無理せずに別にここおればいいんですよ。はいはいはい。あ、ちょっと待って、来そうやな、これな。ここ10時間しとこうか、これ。はい、オッケーオッケーオッケー。ワン、ツーですね。で、ルーパスボール。お前、どこ打ってんねー、もったいないわ。さてさて、じゃあ、こっからちょっとさ、どうですか、これ。クリティカル上がりません。ちょっと来おへんかな、誰か。来てくれた？オッケー。はい、ワン、ツーからの、はい、ワン、ツーからの、はい、ワンからの、はい、オッケー、十四眼、ドーン。ワンパーはい、オッケーあっという間に溜まっていきますね。ナイスですね。まあ、セラフィム相手やったらね、マジで気持ちいいよね、ほんまに。でも、シールドまだあるでしょ？全然オッケーやんか。ほんで、シールド、ルーパスボールも、まあ、あるからね。はい、ちょっと来てほしいな、セラフィム。俺んとこ来おへんかな、来おへんかな、ちょっと来てほしいまであるけどな、ちょっと来てほしいな、取り切っちゃう、取り切っちゃった、取り切っちゃった。じゃあちょっとこれブーストでさ、ちょっとこれさ、ワンツーでさ、十四眼ドーンやってさ、あー、やってくれたな、それは、それはやってくれたな。じゃあルーパスフォール打ちたいよね、これね。んー、ここからのこう、無理くりね。はい、ここジャスト入って、あ、無理でした。ワンツーの、はい、スリーね。オッケー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 、任してや、任してや、こんなほんま。あ、ワンからの、あ、ワンツーの、はい、スリーからの、はい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 、オッケーね。ここ、ワンからの、はい、十四眼ドーン。はい、どうぞ、今ですね、抜いてください、どうぞ。飛んでくるかな、セラフィム。飛んできたら、まあもう、あの、行くけどね、俺、ルーパスボール行くけどね。飛んでこないっすか？あ、飛んでこないですね。飛んでこないんで、飛んでこないんで、じゃあちょっと上行きますか。これ、オロビちゃん抜くんですかね。これ、オロビちゃんですかね。セラフィムは奥かな。セラ、オロビちゃんですね。オッケー、じゃあ、オロビちゃんにタゲ取りの、そこ、あー、惜しかったね。いや、これはね、さすがに守りに行こうよ、一旦。で、ここが回避ないっしょ、今。あるんや、あるんや、あるんや。ここジャストで入って、ワン、ツーですよ。はい、ワン、ツーでしょ。オッケー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 。あー、もう別にその被らんでいいかな、これ別にね。はい、ジャストで入って、はいはい、回避待って、はい、オッケーオッケー、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、はい、オッケー。これ、オロビはもうさすがにさ、そら、工場なんだから、ワン、ツーからの、はい、はい、はい、いいね、いいね。短縮されてます、ゆえ。はいはいはい、十四眼、ドーン。はい、からのルーパスボール、ドーン。はい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 、ここワンツー、はい、オッケー、ほれ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 、白いけ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 、どうする、白いけどうする、これワンからの、はい、ワンからの、はい、ここジャスト入っとけ、はい、ワンツーのスリー、はい、オッケー、いいねいいね、マジで気持ちいいわ、ほんまに楽しすぎる、ナイス耐久ですね。はい、よろしゃー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。このね、多分耐久型何がいいかっていうと、やっぱりね、シールドこう割られて、で、まあ、石化とかされて、まずいってなった時でもね、あの、石化溶けた瞬間にルーパスボールとか十四眼とかしたらね、一発逆転できるっていうね、それがやばいでしょっていう話なんです。とりあえず十四眼と、あ、これ耐え取れへんや。あ、マジか。え、取れると思ったな、さすがにな。今のはな、オッケー、ワンからの、ワン、ツーからの、ワン、ツーの、スリーね。まあ、どんどん火力を上げていきますよ。はい、ワンからの、はいはい、ワン、ツーからの、はい、ルーパスボールドーン、やっといて。はい、ジャスル入って、はいはい、ちょっと逃げとけ、ちょっと逃げとけ、ちょっと逃げとけ。あ、これは逃げなあかんねんな。今回避使ったよな。でもこれなんか来るよな。十四眼。うーわ
なんでそっちだけ取った、お前どういうこと。ここジャストで、ちょ逃げとけ、一回逃げとけ。今のは俺 エースにだけ取ったつもりやってんけど、ね、ほんまにね、マジで。あ、ナイスナイス、ちょっとここ欲しいな。ほんならルーパスボール間に合ってください、ありがとうございます。でかすぎ、ありがとう、こちらこそありがとうやで。じゃあこの体力やったらどうするって、これシャンクスも来るよな、クソだるよな。ここワンツーですよね。はい、ジャストで入ったら10シガンでドーン。まあそうなんです、ルーパスボール、はい、ジャストで入る、はい、ワンツーの、あ、これキック危ないね、これは一瞬キックが危ない。でどうしようかな、これどうしようかな、ガンマナイフが来るかな、ジャストで入っとけ、はい、オッケー、ワンツーのスリーからの一回離れときたい、ジャストで入って、オッケーオッケー、後ろからの実施が、はい、ワンパーからの回避使ったから、ルーパスボール、ワンパー。バイバーイ、はい、ワンツーからの、はい、ワンからジャストで入って、無理でした、ワンツー、もうジャストで入る必要もなかったかもしれん。ワンからの、はい、ワンツーからの、はい、ワンツーの、はい、スリーからの、ここ仕留めようよ、とりあえずね、これは、一旦ワンからの、はい、ワンツーの、はい、スリーね。はい、オッケーオッケーオッケー、割られませんがな、言うてね、はい、ワンからジャストで入って、ワンからの、はい、オッケー、キドロも怖くない。キドロも怖くないんでね、これ一発ルーパスボール打っとくじゃないですか、あれか、必須でしょ。ほんなここからの10シガンドーンなんですよ。ほんで短縮バリされてるでしょ、最高でしょ、こうワンからの、はい、オッケー、ワンツーね、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、大丈夫、はい、ワンからの回避するよ、そうだよね、ルーパスボールだよね。あ、ナイスだね。でも割られないんですね、僕のシールド、不思議でしょ、僕のシールド割られないんですね。はい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 、回避したらもう10シガンでドーン。あ、ワンパーからのここ避けとっけ、無理でした。ワンツーの、はい、スリーからの、まだ割られてませんね、ここルーパスボールですね、ワンパーワンツーからの、よっしゃ、ブーストは一瞬待っとこうや、さすがにな、ジャストライトが無理でした。あ、ワンツーのスリーからの、それはまずいか、いや耐えていく、素晴らしすぎる、打つしかない、ここジャストで入って、はい、回避がない、いいね、キドロやろうぜ、俺とやろうぜ、キドロ、はい、ワンツー、はい、ワンツーの、はい、スリー、いいね、キドロ、俺と遊ぼうぜ、お前超フェスらしいやん、なんかお前超珍しいけどな最高やろマジで、このこの硬さやばいやろほんまにこれマジでおすすめかもしれへん、ほんまにみんな楽しすぎる、あざしゃよろしく、はい、じゃあさあ行きましょう、よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、これね、敵さんね、ほぼゲッターやったっすね。多分8分の7ゲッターかな。ロジャーブルーノかなんかね、多分ね、こういう試合でザクドレになるところをどうしていくかっていうのもね、しっかりとやっていきたいなと思います。頑張っていきましょう。まずはここからの10シガンドーンですね。はい。ほんで、そこら辺ですよね。ルーパスボールですね。はい、そうなんですね。はい、ワン、ツーの、はい、スリーですよね。はい、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 いいですね。ここ、ワン、ツーの、スリーで取られて、全然 OK やからこんなんははいはいはい、でこう1からの、はい、1,2 からの、はい、1,2 の3押し出しとけからの6、あっ、そっち行くんかいな、トルントンこっち来ると思ったよ今のはな、まあいいでしょう、はい、ワンツーからの、ルーパス4追いかけろ、ワンパー、はい、オッケー、ほんでもう防御力出来上がったんで、だいぶ出来上がったんでね、ちょっととりあえずね、ちょっと散らばりたいところではあるかもしれませんが、はい、握ってください、オッケーね、ワンツーの、はい、スリーね、はい、オッケーオッケーオッケー、ほんでほんでほんで、君やな今な、回避使ってたな、はい、ナイス、いいね、ほんでここやな、とりあえずちょっと守らなあかんかな、はい、ワンツーからの、はい、ワンからの、オッケーオッケー、ほんでほんでほんで、ここルーパスボール一発当てとこうか、これな、でシールド作ったワンから、はい、ブーストでもこの程度大丈夫大丈夫大丈夫、はい、ワンからの、うん、いいよ大丈夫よ、もう10とか1とかしか効かへんからねはいはいはい、効かんと言っておろうがですね、本当に、ジャストで入っとけ無理でした、10時間ドーンオッケー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 、はい、ここからの、ここからのルーパスボール、あいよーかかってこいよ、アトロくん、旗取ってきてね、全然取ってきて、全然取ってきて、全然取ってきて、旗取ってきて、全然旗取ってきてね、はい、ゲッターやってきて、俺はここで遊んでるよ、はいはいはい、ワンツーね、はい、オッケー、あー、もう取っちゃうよ、こんなん別に、取っちゃう取っちゃう取っちゃう、で、ブースト呼んじゃおうぜ、いったいった、ほんでほんでほんで、これさ、こっからどうやろな、届くかな、届くかな、オッケーオッケー、じゃあここからの10、わー、タゲ取れへんのかな、もうちょっと、もうちょっとか、おかしいっすね、今のはね、ワンからの、はい、ワンツーからの、はい、ワンツーからの、追いかけて、追いかけて、ワンツーで、ドア行って、ジャストで入って、ワンツーの、はい、スリーね、
オッケーオッケーオッケー。ほんでここからの取り際かな、これはね、乱脚この辺じゃない。はい、オッケー。で一回ちょっと取ろうか、セラヒムと一緒にね、一緒に取っとこう、一緒に取っとこう。オッケーオッケー。ほんでほんでブルーノがおるんで、樹脂がちょっとどこにしようかな言ってね。ちょっと待って、ブルーノ行くやろ多分な。こっちこっち、あ、リンか、リンやったらとりあえずここジャスト入れてないからの、ここからのこう、ナイスジャスカーイ。オッケー、はい、ワンツーの、はい、スリーからの、はい、ワンから、あ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、任せろ、ワンからの、はい、オッケー、ルーパスボールでトーン。はい、オッケーね。レシールド作ったっしょ。でここ取れるっしょ。で最後これね、別にね、ミニでいいと思いますね、俺はおそらくね。はい、確実に取るんで、ここは一旦ね。で定食食ってこっちを守りに行くイメージかな。で最後新出しで多分取れるはずなんでね、これね。はい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 、ここから残り10時間ドーンやっといて、でルーパスボールで当てとくと、はい、オッケーね。でこれ多分もう取られないっしょ。で向こうも大丈夫っしょ。はい、ワンからの、完璧やね。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、作戦通りですねこれはね。いや素晴らしいんじゃないでしょうかこれは。楽しいおんま。はい、よいしょ。はい、というわけでどうだったでしょうか。ということでね、マジでこれ耐久ぶりマジおすすめやからね、ほんまに。だからこいつのいいところはね、ちょっとヤバくなるじゃないですか。例えばね、シールド割られたとしましょう。ほんでまあセッカー食らっても、まあ何でもいいです、カムサリ食らっても何でもいいんですけど、それでもね、防御力がしっかり50まで上がってて、プラスこの耐久型サポートまで耐久にしちゃえば、あえて耐えまくれるんですよね。ほんでなんか溶けた瞬間に得意属性が多いわけですよ、今セラヒムなりね。はい、まあ黒属性でもそうですし、だからそこに樹脂眼なんか当ててしまえばもうめちゃめちゃ回復できるわけですよね。ほんでさらにそこにまあクリティカルもね、ここは運ですけども、はい、まあ、でもちょっとでも儲けもんなわけなんで、ぶっちゃけそのルーパスボールを使った後にですね、こちらのまあクリティカルが発生した際にですね、例えば3回クリティカルが、発生するとするじゃないですか。そしたら 9% でしょう。そしたら KO して 8% 短縮するよりもちょっとお得なわけですよね。はい、ほんでさらにそこに回復までついてくるんで、マジでこれいい感じにずっと耐久できまくるって感じかな。まあ、ブースト中とかでも割とね、やっぱ耐えれてたじゃないですか。ブーストのだってローの呪霊食らってあれよ。とかね。マジでこれちょっとね、すごいおすすめかもしれないですね。はい、タイマンならマジで結構なキャラいけるんじゃないかな、こういう振り方にしとけばね。防御力が攻撃力になるってほんまに恐ろしいですね。結構俺好きかも。アタッカーの中でも割と結構上位で好きな感じかもしれないですね。ぜひ皆さん、おすすめなんでね、この CP9 とかね、まあ、もしかしたらじゃあこのこれね、ジャブラメダルをじゃあルッチメダル2枚とかね、買いといてより恩恵を感じるようにしても、別にそれはそれでいいかもわかりません。はい、それはいろいろ好みでやってください。はい、というわけで本日は新メダル新サポートでジャブラで暴れてきたでした。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。 See you!